ジュニアです。ということでね、1分でわかる今回の公式放送のまとめやっていこうと思います。まずですね、魔法石100個プレゼントです。これは1月1日0時からですね、お年玉です。続いて、はい、クリスマスガチャ10連プレゼントです。まあ、これはですね、達成できなかったんで、8連になったんですけど、一応ね、8連ガチャがもらえます。今日の朝4時ですね、にもらえます。続いて、新魔王チャレンジ開催ですね。これはですね、12月29日から1月9日までの間ですね。で、超重力仕様の裏マローが出ますと。敵のダメージもでかくなってるらしいけど、まあ、そんな難しくないんじゃないかなと思います。彼のね、越頂チャレンジみたいなことにならないかなと思いますね。かっこいいデザインですね、魔王称号。続いて、こちらです。はい。BGP が22体もらえます。いつもらえるかは謎です。まあ、すぐもらえるんじゃないかなと思います。続いて、はい。正月イベントですね。1月1日0時から開催ですね。内容はまだね、性能出てないんだけど、まあ、フェルルとか、まあ、そういう新しいキャラクターが出てました。さあ、続いて、こちらです。はい。ジョジョコラボですね。ジョジョコラボは12月26日、月曜日10時からですね。すぐ来ます。これは嬉しいですね。性能解説に関してはね、他の動画で説明しているし、詳しいところの性能に関してはね、明日出るらしいんで、まだわかんないですね。まあ、かなり出てますね。かなり強かったです。さあ、そして最後ですね。最後は、はい、ソフィアですね、ソフィー。ソフィーはですね、なんか、ソフィーとか、あとフェンリルビズの色違いとかが出てます。これもね、動画出してるんで、気になる人は見てください。ってことで、以上です。よかったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。